ウロポルフィリ農源3でカルボキシラーゼは、人においては、ユロット遺伝子に記述されている、ユロットとして知られている酵素である。この遺伝子は、ヘムス合成経路の5番目の酵素を記述している。この酵素は、ウロポルフィリノーゲンの側差の4つのカルボキシメチル元を取り外して、コップロポルフィリノーゲンに変換する役割を受け持つ。 ウロポルフィリノーゲン3でカルボキシラーゼは、ヘム整合性の5段階目の二両体の酵素である。ウロポルフィリノーゲン3の4つの作産規則差を除去して、コップロポルフィリノーゲン3を生成させる。この酵素の変異や欠乏は、家族性の万発性皮膚ポルフィリン症や、肝臓血性ポルフィリン症を引き起こすことが知られている。気質が低濃度の場合には D、A、 B および C 間の順で順番に CO2 が取り外されていくと考えられているが、一方で気質または酵素が高濃度の場合にはランダムに反応が進んでいくと考えられる。溶液中ではこの酵素は二量体として機能する。この酵素は人とタバコから結晶化され、よく水に溶ける。ユロットは他の大部分の脱炭酸酵素が補酵素を、 必要としているようには補光素の介在を必要としないため非常に珍しい脱炭酸酵素とみなされている。アルギニン酸基による気質のプロトン化を通じて反応が進むメカニズムが提案されている。2008年の研究では、PH10 でのユロッドの反応の触媒速度は10から 19S マイナス1であり、触媒効率は どの酵素よりも大きくて 6X1024M-1 であると報告されている。4CO2。ウロポルフィリノーゲン3コプロポルフィリノーゲン3。ABCGRCH38 アンセンブルリリース89インスクレーレ0レーレ126088アンセンブル メイ2017ハット ABCGRCM38 アンセンブルリリース89インスミュースク000028684アンセンブルメイ2017ハットヒューマンプブメドレファレンスマウスプブメドレファレンス ABC オーオントレジーンヨロットリーポーファーナジェンディーカーバックスレイス2010年7月9日閲覧 シルバ PJ、ラモス MJ、デンシティ、ファンクショナルスタディーオブメカニズ、ムスフォーザコファクター、フリーディーカーバックスレーション、パフォームドバイ、リーポーファーナジェン 3D カーバックスレイス、J サイズ千五 B2509、18195から200、ドイ、10.1021、JP051792S、ルイス CA、ウルフンドン R、リーポーファーナジェンディーカーバックスレーションアズ、 A ベンチマークフォーザカタリティックプリフィシャンシーオブ、エンズイムズ、プロク、ナットル、エイキャド、サイ、USA105、1732833、ドイ、10.1073、プナズ。 0809838105 PMC2582308 プミ、um、ド18988736 https://www.ncbi.nlm.nih.gov スラッシュ PMC スラッシュアーティクルスラッシュ PMC2582308 スラッシュありがとうございます